ねえ。やんのか。戻ったぞ。わあ、よかった。わーい、ありがとう、ウザードのみんな。よかったです。若い森の番、あなたたちならキングドッグを倒してお宝を取り戻せると信じてたにゃ。心配して探しに行こうとしていたくせに。もうおしゃべりなんだから。今回は本当に助かったよ。これから必要なことがあれば何でも言ってね。アナの宅急便にお任せ。安心で最速の短距離旅行サービスです。いろんな場所にキャンプがあり、行ったことのあるキャンプならほとんどの場合は素早く届けられるので好きなところへお送りしますよ。冒険の旅ですごく役に立ちますよ。うお、そんなにすごいのか。いつか使ってみるよ。さすがアンゴラの疾風。わあ、ウーフ様、この男の妻になりたいです。こら、さっきなんて言ったかしら。ダメですよ。ほらほら、約束のお酒だよ。お兄ちゃん、そろそろ時間。おばあちゃんのところに戻らないと。明日、ライルが出発するんだ。そろそろおばあさんのところに戻ろう。出発？あなたがウザートの聖女だったのね。はい。どうしたんですか？神から授けられたその使命、きっとその理由があるわ。どんな困難にあっても、あなたの神を信じて。
お兄ちゃんの俺を信じた方が頼りになるぜ。ほらほら、そろそろ行こう。そうだ、キキちゃん、聞きたいことがある。え？お前もドッポ一族なら、この綺麗な二人のお姉さんと朝から晩まで一緒にいたら、もしかして、き？我慢できずに、き？ない、ない、ないない、ない。ん？どうしたんですか？お兄ちゃん何か言った？私と一緒でストレートだな。私恋に落ちたかも。こら。皆さん面白いですね。それでは皆さん失礼します。もういいだろう。行こう。小さな妖精がビールバラだなんて見ていられるか。きっとまた会えるよ。運命変えられるかしら。天は自ら助くる者を助くと信じている。
ワイン、ナイルや夕食の準備はできてるよ。ジョシュアも一緒に食べな。ありがとう、おばあさん。よかった。お客さんを迎えての夕食は久しぶりだね。ナイル、アンゴラの星がどうして客なんだ？将来は我が家の？いい加減にしろよ。え？何ですか？ワイン、お前がアクセサリーを作る姿を見ていると、お前の父親を思い出すよ。昔は凄腕の銀細工師で鍛冶屋だったんだ。もちろん素晴らしい戦士でもあった。お父さんの魂はきっとヴァルハナにあって神々とお酒を飲み交わしている。ナイル、お前の父も母も60年に一度の天州聖女にお前が選ばれたことを知ればきっと誇りに思うだろう。我が家のナイルが美しい娘に成長したとな。ええ。ワイもな、お前の父親もヴァルハナで今のお前の姿を見て安心してるだろう。またヴァルハナか。戦士の天国とかいう伝説を信じないわけじゃないけどよ。証拠も何もないのに、幽霊とか神とか。でも死んだ後、本当に伝説のように戦乙女がこの魂を迎えに来るのなら、美人かどうか見てみたいな。お兄ちゃん、そんな言い方したら戦乙女様に失礼よ。私たちはヴァルハナの神々の庇護を受けているから、こうやって元気でいられるのよ。それに里を守ってもらっているのよ。だから絶対にそんなこと。わかったわかった。言ってみただけさ。いつもこの話になったらブツブツ説教を垂れるのはやめろよ。ワインはワインなりの方法で神を敬っているんだよ。だからナイルもそんなに目くじらを立てるんじゃないよ。もう、おばあちゃんはいつもお兄ちゃんに甘いんだから。お兄ちゃんは。ジョシュア、今回はオートから来たんだろ。ここまで順調に来れたかい？ん？ああ、おかげさまで無事に来れたよ。ただ、遥か遠くの海にナインヘッドが現れたという噂を聞いたよ。サウダーシュ？ん？オート・フサルハイムからここに向かう途中、南の里でこんな噂が流れているのを聞いたんだ。教会一帯の樹海がどういうわけか、ゆっくりと浸食を受けて徐々に海中に沈んでいる。それと今まで存在しなかった悪魔のことも耳にした。突然大量の悪魔が現れてあちこちで危害を加えているって話だ。まさか最近ディアウルフがよく里に現れるのと関係しているというのか？それだけじゃない。樹海が沈没していることでアントラーの領地も小さくなっているようだ。それって太古の時代に樹海の周りに住んでいたっていうアントラーのことか？そうだ。聞いた話によると、アントラーたちは大々的に侵略を始めた。奴らの行くところは、どこも大きな被害が出ている。生存者と最後まで抵抗した司祭たちを捕虜にして。ナインヘッドを生贄にした。本当に、残酷すぎるわ。そんな。それはどこの里の話なんだ？ゴアール。アントラーがこうしてあっという間に南の里を占領したのは、どうやら
ブラッドアイの力を借りているようだ。ブラッドアイ？うん。伝説では世界の中心であり、生命の木でもある、トラシルの前の守護者。ブラッドアイ一族？もう何十年も奴らに関する情報は聞いてなかったわ。ゴアールはウザートの盗難だったわね。たかがアントラーじゃないか。俺たちの里はお飾りの花瓶なんかじゃないんだ。来るなら来てみろ。全部やっつけてやる。こら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 、トシアの話をちゃんと聞いてんのか。ブラッドアイ一族もアントラーに手を貸してんだよ。アントラーだけならなんとかなるが、もしブラッドアイ一族の正規軍まで相手になると。恐れるなって。何合いかは知らないが、攻撃してくるんだったら全部まとめて倒してやるよ。とにかく今回僕はナイルをフサルハイムに連れていくことと、みんなにこの情報を伝えるために来たんだ。ナイルは安全にフサルハイムに行けるのか。安心しろ。フサルハイムに戻るときは砕氷船に乗るんだ。ウザートの東の運河に沿って進んで、黒金運河に出て帰る。とても安全だ。それに何かあったら僕が命を懸けてナイルを守る。キモ、そんな軽々しく命を懸けるとか口にするんじゃねえよ、バカ女子や。二人とも俺に迷惑をかけるようなことはするなよ。ジョシュは、もし何かあったら必ず追いかけていって一発お見舞いするからな。ジョシュはこのことをできるだけ早くアイギス長老に報告して、すぐに守りを固めるよう説明するんだよ。わかったかい？安心してください。明日の朝一番にアイギス長老に報告します。ばあちゃん、心配しすぎだよ。アントラーが攻めてきても俺がいるじゃないか。口がすぎるよ。いつまでも敵をやっつけることを考えてちゃいけないよ。本当の戦いは口で言うほど簡単なことじゃないんだから。私もお兄ちゃんが怪我するのを見たくないわ。うん。おい、アンゴラの星、フサルハイムの剣と盾、しっかりナイルを守るんだぞ。芋、わかったから。そんな怖い顔でこっちを見るなよ。ワインもな、森の番人の剣をむやみに振り回すなよ。よし、できたぞ、ナイルのお守り。お守り？お兄ちゃんは根拠のないことは信じないんじゃなかったの？ん？ナイルは俺が戦乙女のことを敬ってないって責めて、みんなはバルハナの神々の庇護を受けているんだって言ってたよな。だから俺は罪滅ぼしの意味も込めてお守りに戦乙女の像を彫ったんだ。このお守りはきっとナイルを守ってくれるはずだ。どんなお守りなの？ナイルはきっと気に入るはずだ。わあ、すごく綺麗な鈴だわ。ありがとう、お兄ちゃん。戦乙女様のことでナイルはもうお兄ちゃんを責めたりはしないわ。ワインの彫刻の腕前はもう父親にも負けてないね。本当ね、すごく特別なネックレス。お父さんがお兄ちゃんに残したあのネックレスと同じくらい素敵。ナイル、お兄ちゃんのことが大好きだよ。こんな妹いいな。みんな少し休むことにしましょう。あなたたち男の子は寝なくてもいいけど、ナイルは寝の刻に体を清める準備をしなくちゃいけないからね。夜が明けたらフサルハイムの司祭たちがナイルを迎えに来るわ。ねえお兄ちゃん、後で部屋に来てナイルの相手をしてくれない？なんでだ？それはこれからしばらくの間お兄ちゃんと会えないから。出発前日の最後の夜なんだから、お兄ちゃんはナイルのそばにいるの。それは
わかったよ。うわぁ、こんな妹いいなぁ。キッキー、羨ましそうな顔してどうしたんだよ。僕は別に。さあ、ナイル、こっちへいらっしゃい。お前のためにお祈りをさせておくれ。今後しばらくは一緒にお祈りができないからね。ああ、偉大なる神々よ。そしてバルハナの戦士の英霊たちよ。尊き皆が世に広まり、我らは共にいざ褒めたたえん。バルハナを与えしことは、まさに我ら神々の異名なり。御心の天になるごとく、万物の敬意を受け入れたまえ。我らは誠意の歯科で称賛する。この魂を救いたまえ。美酒金銀を献上して祈りを捧げ、ナイルと共にあらんこと。ナイルのために進むべき道に火を照らし、ナイルを導きたまえ。ナイルの長い旅路での無事を守りたまえ。死の影の谷にも、渦巻く汚水にも、遮られぬように。ああ、偉大なる神々よ、そして、バルハナの戦士の英霊たちよ。この地の娘を守りたまえ、そして、導きたまえ。この娘が羊の群れを導くように。神々よ、我らは地上の迷える子羊。我らは悪から逃れることはできませんが、誘惑を遠ざけることを求めます。我らはここでバルハナのすべての霊に祈りを捧げます。すべてが神々に帰されんことを。バルハナのすべての霊に祈りを捧げます。よし、終わったよ。おばあちゃん、ありがとう。お父さんやお母さんもナイルを守ってくれるはずよ。自分の面倒ぐらい自分で見れるぞ。何バカなこと言ってんだよ。だってそうだろうが、天州聖女に選ばれたことはいいことだ。ウザートの女の子なら誰もが憧れる名誉なことだ。それにナイルにはジョシュアがついているしな。それと昨日は一晩中ナイルと一緒にいたし、兄としての役割は今日ここまでなんだ。そうしないと自立できない。自立だよ、わかるか。考えてみろよ。今はまだナイルのそばにいてやれるけど、フサルハイムに着いたらナイルはこの兄と一緒にいることができないだろう。
だから今からナイルに兄がいないことに慣れさせるんだよ。その時になって風の精霊司祭たちに笑い者にされないためにもな。俺たちウザートの天修聖書は頼りない女の子だって言われたら、ナイルだって面白くないはずだ。まあどっちにしろ儀式はもう始まる頃だろうから、今から言っても。おいワイン、いつからそんなおしゃべりになったんだよ。それに言ってる内容と表情が全く合ってねえし。略奪者の歌をずっと歌ってやがる。うっとうしいや。何イライラしてんだよこのシスコン。それは違う。超スーパー大バカ野郎、まだ無駄口を叩くつもりかよ。ナイルのことが気になるんだったら今すぐ見送りに行けよ。こんなところでグズグズしやがって、脳なしの森の番人じゃねえか、オカマ野郎。おい、言い過ぎじゃないのか。言い過ぎ？うん、そうだな、オカマ野郎だなんて。やっと気づいた。オカマに謝らないとな。ワインとオカマを比較したら完全にオカマに失礼だよ、クソ。こいつ喧嘩売ってんだな。てめえ、声が出かけりゃ偉いのか。うわ、かかってこい、ビビってたまるけ。こいつめえ、そうだよ。俺はシスコンだし、ナイルと別れるのが辛い、それが悪いのか。俺が恥ずかしがってたらダメなのか。やっと認めたな。そうしたいのならすぐにそうすればいいんだよ。兄が妹のことを思って何が恥ずかしいんだ、ヘッポコ。さあ、差しで勝負しやがれ。まんま幻影無敵グジューランキーだ。マジか。じゃあ俺は奥義邪気白山。この歌詞、今の状況にぴったりだ。本当だ。モモ、ごめん、ちょっといい子人になってたよ。私もちょっと言い過ぎたな。それじゃあ行こうか。まだ間に合うかな。とにかく突っ込むか、船に飛び乗ればいいんだよ。戒律を破るのがワインの専門だろ。よし、じゃあ急いで出発だ。ああ、そうだ。なんだ。ありがとう。つまんね。Thank you.